皆さんごきげんよう、ラバルルでございます。本日もね、ユーロトラックシミュレーターをやっていきたいと思うんですけども、本日はね、あの北海道マップホッケアイランズさんのモッドを使って、あのアップデートでね、まあ最近ちょっと私ずっとチェックしてるんですけど、コンビニが何でもものすごいリアルになったということで、そちらの方ね拝見しに行きたいと思います。で、まあせっかくなんでモッドの入れ方もご紹介しつつやっていきたいと思います。で、一つ注意点なんですけども、あのホッケーアイランズさんはもう完全に個人で、趣味でやってらっしゃるということで、こちらの方も全然開発版でございますので、あのそこら辺理解していただいて、あのバグ報告とかそういうのもなしでございます。一切なしでございます。本当にただ楽しむだけの目的でやっていただければなと思います。まあでもめちゃめちゃクオリティ高いんで、あとホケさんめちゃいい方なんで、本当に皆さん失礼ないようにしてください。はい、では早速ホケアイランズさんのツイッターのリンクの方からディスコードを参加していただいてダウンロードしてください。右クリックしまして、こちらのダウンロードをします。ダウンロードポチッとな。はい、そうしましたらホッケーアイランドさんはもう200メガバイトとかなんで、すぐ終わると思います。そしたらまあいつものように SCS ファイルを出しまして、ドキュメントを開きます。この右下のスタートボタンからですね、ドキュメント開きまして、いつものようにユーロトラックシミュレーターのモッツ開いて、ドラッグ&ドロップをします。はい、これで完了でございますね。で、そうしましたら、ユーロトラックシミュレーターを開きます。 OK、 開きましたね。そうしましたらこちらも新しくプロフィール作る必要がございますので、プロフィール管理から新しいプロフィールね、私もせっかくなので新しく作っていきます。私は結構名前にあのマップの地域名を入れることが多いので、まあ結構管理するの結構楽になるんで、おすすめでございます。ダフにしよう、ラバホッケで。はい、そうしましたらじゃあいつものようにこちらモッドマネージャーを開きますね。左上でございます。そうしましたらこちらですね、ホッケアイランドマップ、こちら適用します。で、せっかくなんで私またさっきね、この間ゲーム実況でご紹介しましたこちらのフロスティ入れてやっていきたいと思います。で、あと一つですね、あの皆さん最初ホッケーアイランズさんだけ入れてもいいと思います。あの互換性とかあるんで。で、私はこのちょっと最初にトラックとかいろいろやりたいので、まあ私と同じ入れ方してれば多分大丈夫だと思うんですけども、こちらですね、アリミデッドマニー &XP、 こちらも入れていきます。まあこれ入れとけばもうほぼほぼ楽しめると思いますんで、ワンチャンメガパックね。はい、では変更確認します。はい、そうしましたらマップモジュールですね。はい、そうしましたらこちらマップモジュールですね、こちらの方をジャパンにします。これで北海道になったということなので、はい、でこれを作成します。で、コントローラーね、使ってる人はコントローラー選びます。私今ハンコン刺さってるね。 OK、ハンコン刺さってるんでハンコンにします。はい、そうしますとこちら本拠地にする都市を選択してくださいという画面が出ますので、こちらも北海道になっております。ホタルと余市、こちらですね、あまりだ、あまり市、あまり市とホタル、で、まあ私あまりにしましょう。はい、どうで、チュートリアル見ちゃいましょうか。はい、来ましたよ。ではチュートリアルをやっていこうかな。OK、 1,2,3,4,5,6 エンター、 F1OK、 ナイス。はい、 7OK、 チュートリアル終了でございます。はい、では行っちゃいましょうか。 F1OK、ヘビーウェザーも入れてるので、多分雪がすごいことになってるはず。これ今、多分ダフ運転してるんですけど、ダフすごいんですよね、これ。ね、あれだ、俺。
パーソルキーとかまだ今全然設定してないんで、まあこれオプションでね、皆さん好きなようにやっていただければなと。これウイスキーのあれなんですよ、工場なんですよね、これアマリシのね。ホタルとアマリシといえばあれですよ、本当にウイスキーのメッカ。こちら、おーん、右折。あー、きれい綺麗になってますね。ちょっと俺前やったの結構前なんで、前回ご紹介した配信かなんかで最後やったのかな、これ。あー、めっちゃ綺麗すごいすごいね、なんかめっちゃ変わってる感じする。あ、これはすごいわ。あー、ほんとにすごい。いやー、すごいなー。雪モッド入れてる入れてないではなく、すごいことになってますよこれ。あー、ほんとにすごい。あー、ローソンがリアルになったと言われるローソンがあります。ちょっとローソン見ていきましょう。ローソンとね、セブンイレブンが超リアルになったってディスコードに書いてあったんですよね。あっすごっ、めっちゃすごいこれ。これはすごいですよ。ちょっと皆さん、あれだ、あー、なるほど、あれだ、写真ができないんですね今。いや、すごい。見えないな、これ。ちょっと一回終わらせましょう、これ。仕事。これちょっと次配信でご紹介したいな。こんな、コスモ石油さんとかも変わったんですよ、これ。モデリング、リアルになったんですよ。すごい。あとなんかフェリー乗り場もね、あの、小樽のフェリー乗り場のところも、なんか綺麗になったっていう話だったんですよね。あー、すごい。すっごい。いやー、すごいなー。ほんとにすごいわ。すごっ。いやー、すごいよね。ほんと。ほんとにすごいと思うわ。あ、セブンイレブンもありましたね。あ、よかった。だー、ヤフーモバイルとかもある。すごい。あー、これはちょっと楽しみですね、ご紹介するの。これちょっといろんなところをあれですね、ツルハドラッグさんもそうですけど、あ、ここのコンビニもいいじゃない。あ、いいね、このコンビニ止まってんのいいね。ここ後で来よう。とりあえず、とりあえずとりあえずチュートリアル終わらせます。いやー、いいなー、いいねー。いや、ほんといいねー、ほんといいわー、特別。いやー、素晴らしい、感動でございます。本来ね、これ紹介するとき、まぁ、ちょっとね、編集してパンパンパンって切ってやっていくんでしょうけど、ちょっと、あれですね、めっちゃ私のこの感動を伝えたいので、ここら辺もちょっとね、使いながらやっていこうかなと思っております。いや、北海道リアルなのよ。もう本当に。すげえリアル。で、これ俺、ヘビーウェザー、ヘビーウィンター入れてやるの初めてなんで、前回ね、雪モッドのみ入れてたんで、ヘビーウィンター入れるとね、また雪が多くなるんで、またちょっとね、表現が変わりますね、これね。素晴らしい。あ、セブンイレブン。なに、ヨークマートみたいなのがあるね。これは前もありましたね、ヨークマートみたいなやつ。いやー、いいねー。いやー、いいねー、ほんと。
ダフさ、ミラーがデジタルなんですよね、これ。デジタルで、ピラーの方についてんのすごいよね、これ。見やすい。ゲームみたい。いやー、ほんといいなー、これ。ちょっとごめんなさい。ミラー邪魔なんですよね。こうだ。よし、これでいいや。いやー、いいっすねー。残り6キロ、了解。まったりと行っちゃいましょうかね。いやー、結構久しぶりにやりましたけど、前回確か12月かな ?12 月かなんかにやったんですよね、これ。はい、では皆さん、私今、トラックを、スカニアのトラックを、買ってまいりましたよ。これで、待ちに待った、コンビニを、ちょっと見ていきたいと思います。よいしょ。あー、来ましたよ。ローソンさん。では、早速、さっきできなかったフォトモードをやります。はい、皆さん、フォトモード来ました。ローソンさん、すごっ。見てください。中、超リアル。すごいね。ちゃんとローソンカフェまでついてる。すごい。すごい。見てください。雑誌まで。ワンチャンこれ雑誌の、ね、女優さんちょっとわかんないですけど、見えるぐらいの、これ漫画とかもちゃんと値段が見える感じで。すごいなぁ。これほんとすごいと思いますよ、これ。街の健康ステーション、ローソン。だってこう、引きで見るともう、ほんと実写にしか見えませんよね、これ。いや、すご。これちょっと写真すごいなぁ。どうしましょう、これ。どう撮ったら伝わるだろう、これ。パシャ。すごいよね、これ。発射。いやー、すごいな。もうちょっと寄ろうか。こんな感じで。あー、素晴らしい。あー、これもわかりやすいんじゃない?ね。いやあ、すごい。よし、じゃあ次はセブンイレブン行っちゃいましょう。いやあ、すごいなー。ほんとすごいわ。いやあ、このコンビニをね、ちょっと見るだけでも、ものすごいね、なんだろう。やってる甲斐がありますよ、これは。ほんとに。すごいなぁ。すごい、ほんとね。レベルアップしてる。これあれだ、経験値モッドを入れっぱなしなんで、すぐレベル上がっちゃうね。あ、セブンイレブンも来ましたよ。よいしょ。じゃあ、あれだな。バック駐車しよう。よいしょ。いやー、すごい。すげえ。本当にすごいですよ、皆さん、これ。あなたの暮らしに近くて便利。いやー、すごい。まあ、ちょっとね、ローソンさんに
中のあれは一緒ですけども、オブジェクトは一緒ですけども、全然すごい。このセブン&アイとかすごいね。これよく作りますね。本当にすごい。いや、中のあの細かいオブジェクト本当すごいよね。ワンチャンちょっとあれだもんね、読めそうだもんね。おにぎりとかもちゃんと見えるんですよ、これ。怖っ。ちょっと表現がおかしいけど、すごい。ほんとすごいわ。映えスポットですね。セブンイレブンが映えスポットっていうのもすごいけど。いやー、これはすごい。ほんとすごい。これはもうちょっとね、楽しい。はい、ということで、ちょっとまあ、久しぶりにね、ホッケーアイランドさんのモッド入れて、北海道、ちょっとまあ、最初ね、一回チュートリアルで運送しまして、コンビニをね、ちょっと見学しましたけども、コンビニすごい。ぜひ、これはね、見てもらいたい。私の動画よりね、やっぱ実際これプレイしてみると、本当にすごいのがよくわかるんでね。いやー、ほんとすごいな。発展のスピードがほんとすごい。ね、前回紹介してからまだそんなに経ってないんですけどね。なんだろう、ほんとすごい。いや、これもちょっとね、もう定期的にちょっと、まあ、北海道も本当になんか私好きなんで、やっぱ水道道としようファンっていうのもありましてね。で、こちらの方もね、まあ今雪モッド入れてやっておりますけども、まあ本当にね、楽しんで、ちょこちょこと走っていきたいと思いますんで、配信とかでね、やっていきたいと思いますんで、そちらの方もね、ぜひ楽しみにしていただけたらなと思います。はい。まあ、引き続きね、私の、マップモッドをいろんな、私、お好み、おすすめなマップモッドをご紹介しながら、まあ、使えるモッドの方もスキンとかね、トラックのモッドの方とかもご紹介していきたいと思いますので、引き続き皆さん楽しみにしておいてください。はい、では皆さん、また次のユーロトラックシミュレーターでお会いいたしましょう。じゃあみんな、愛してるぜ。